影、影、影,影、英語、シャドウ、ドイツ語、シャッテンは、物体や人などが、光の進行を遮る結果、壁や地面にできる暗い領域である。影は、その原因となる物体や人の輪郭に似たものとなるが、壁や地面など、影ができる、面の角度に応じて、普通、歪んだ像となる。比喩的な意味でも使われ、文学や心理学の概念としても使用される。 なお、光の当たらないところは、区別して、影、影、英語、シェードと書く。影は、物理現象としては、光が直進性を持つことから生まれる。また光の波長に比べ、影の原因となる物体が非常に巨大であるため、輪郭の明瞭な影が成立する。電波は、物理学的には、 本質的に光と変わりない電磁波であるが、波長が非常に長く、人体や建造物などと比べるとはるかに大きいため、電波もまた直進性を持つとはいえ、電波による影は、日常的なサイズの物体等については生まれない。ビルの影などになると、TV 電波の受信で、電波障害が起こるが、これは、光学的な半影に相当する現象である。影という場合は、通常、 特定光源、電磁波源からの光、電磁波についての深鋭のことを指すので、電波等の場合は、日常的な物体サイズでは、影は生じないのである。別の言葉で述べると、直進する電波がビルに当たった場合、波長が非常に長いため、電波は散乱してビルの背後にまで回ってしまい、純粋な影はできない。影については、光源を、 天光源として考えるとわかりやすい。一つの点より光が放射され、それが四方八方の空間に広がっていくとき、このような光源は天光源である。また、影が映る地面、または壁としては抽象化して平面スクリーンを考える。もちろん、地面も壁も具体的に存在するものは決して純粋な平面ではなく、凸凹が 表面にあったり、大きく円盤状に湾曲していたり、あるいは波状に起伏している場合もあるが、理想化して、純粋な平面スクリーンに映ると考える。このように考えると、影の形は、光源とスクリーンの間にあって、光を遮る物体あるいは人等の輪郭を、スクリーン平面に投影した形となる。点光源と物体の中心点、どこが中心点かは、 物体に応じて適宜に決めるとを結ぶ直線を考えると、スクリーンがこの直線に対し直角に交わる形に置かれているか、または傾いた角度で置かれているかで、影の輪郭の歪みのありようが変化する、この光源と物体の中心を結ぶ直線を東映中心線とここでは呼ぶ。天光源による影の場合の話を天光源が 無限に遠い位置にあるとして考えた場合が平行光源による影である。無論、物理的には天光源が無限遠方にあると光のエネルギーはゼロとなり、遠映像は生まれない。しかし、幾何学的には平行な光の影を考えることができる。光源が非常に遠方にある場合、例えば太陽の光などが作る影だと近似的に太陽が無限の遠方にあると考え、 平行光源とみなすことができる。先に、東映中心線とスクリーン平面の交わりが直角化そうでないかによって、二つの場合があった。平行光源の場合、この二つのケースは、製図における、正東映と斜東映に、害する。夕方などになって、太陽の高度が低くなると、平面に近い地面にできる人の影などは、長く伸びた影となる。この影は、 上の、斜塔への場合に当たっており、影は、幅に変化は生じず、長さだけが大きくなる。その結果、人の影などは、長さを、N 倍しただけの歪みのない、縦に伸びた姿になる。サーチライトなどの天候源で照らされた場合、地面にできる人の影は、遠く離れるほどに幅も大きくなっていくが、太陽が光源となって地面にできる影は、どこまで遠ざかっても、 幅は一定である。平行光源によってできる影よりも、天光源による影の方が、より歪みが大きい。光源を天光源とし、天光源は有限の距離にある場合と、無限の距離にある場合、平行光源の影のでき方を以上で述べたが、現実には、複数の光源があるのが通常である。また、光源が、天光源というのは理想化であって、光源は普通。 大きさを持っている。光源を点光源とし、単一ではなく、複数の光源がある場合の影を考えることができる。この場合は、光の重ね合わせの原理が適用できる。影は、光が物体等で遮られて、光が当たらない結果できるものであるので、光源ごとでできる影のパターンを考え、この影のパターンを重ね合わせれば、どのような影ができるのか再現できる。 この場合、スクリーン上にできる影の領域は、影の合成として明るさの度合いが異なる複数のものが生まれる。どの光源からも光が来ない領域は、本来の影であって、これを神影という。他方、ある光源からは神影であるが、別の光源からは光が来る領域は完全な影ではない。このような領域を半影という。N 個の 点光源があるとして、それぞれの代表的な明るさの比率というものを考える。ここで言う、明るさの比率とは、影ができる位置で、影の中心とも考えられる点を考え、光を遮る物体がない場合のこの点の明るさを、位置として、この明るさ位置に、それぞれの光源が、どの程度の明るさの与を行っているかを示す、比率数字ある。これを s、s 一 s 二 S3, Sn とするとき、S1, S2, S3, Sn イコール1である。二つの光源 A と B があり、A の方が明るく、光の明るさの寄与として、A が6割、B が4割のときは S、S イコール 0.6, S イコール0.4というような数字になる。さらに、ある半影の点が、特定の光源について、親衛であるか、そうでないかによって、 0と1の数字となるパリティピ p を考える。I 番目の光源について、半影の点において、光が遮られている場合、P イコール0であり、光が遮られていない場合、P イコール1である。このようにすると、ある特定の点の半影としての明るさは次の式で表現できる。N 個の光源があるとき、それぞれの光源の明るさの比率が異なると、逃げぬマイナスに、 2の n 乗マイナス2種類の半影領域があることになる。マイナス2は影のない領域と深影の2つの領域である。複数の光源が存在し、それぞれの光源が異なる。色の光である場合、半影には微妙な色彩のバリエーションが生まれることになる。青い星と赤い星の連星系に惑星があった場合、この惑星上では青と赤の半影が存在することになる。 天光源は理想化であって、現実に存在する光源は大きさを持っている。曇りガラスのランプの下にできる影は輪郭が曖昧でぼけており、フリンジには連続半影が生じる。太陽の場合でも厳密には大きさのある光源であって、影の輪郭には連続半影のフリンジが存在する。蛍光灯のような光源は光源の広がりが大きいので、 天井などにある場合は、床にできる影はすべて半影となる。天井に非常に多数の蛍光灯があったり、天井全体が乱反射による発光源である場合は、床に影がほとんど存在しない場合もある。外下下手術などの場合、下界の手や器具などが影を作り出すことで、手術の過程が見づらくなることがある。これを回避するため、影ができないように、 無影灯が工夫されている。日食は地上で観測する人には太陽光球面を月が遮り太陽からの光を消し去る天文現象に見える。しかし日食が起こっている時宇宙空間から地球表面を見ると月の影が徐々に大きさを増して地球表面を通過していく現象に見える。この時地球表面にできる月の影が 半影である場合は部分日食であり、ごく一部の地域でも深影が生じる場合、地球上のこの地域では海に日食が起こっている。日食の場合は地球上の観測者は影を観測するのではなく影の中に自身が入っていくが、月食は月面に映る地球の影を観察する天文現象である。地球の方が月よりも大きな天体であり、 月から見た地球の四直径は、地球から見た月の四直径よりも、はるかに大きい、実質の大きさでも、四直径でも、地球は月の約4倍。このため、日食に比べ月食の方が起こりやすい。日食の場合は、一部分日食、二回帰日食、そして、月の四直径と太陽の四直径が非常に近い、数字であるため稀に起こる。 三金管日食の三種類の食がある。月食の場合は地球の四直径が大きいので金管月食はない。その代わりに半栄食があり、月食の場合は一半栄月食、二部分月食、三回帰月食の三種類になる。半栄月食は月から見ると地球による部分日食に見えるが、地球から見る部分日食と異なるのは 地球から見える月面の全領域が太陽の半影領域に入ることである。月面全体から見て地球による部分日食が起こっている状態である。樹木やピラミッドの高さなどをそれらが作る影の長さを測定して同じ時に測った垂直に立てた棒などの影の長さとの相似計算で算出する方法は古代から存在した。近年、 人工衛星による地上写真をもとに山や建造物などの高さをその影の長さを測定し算出する技術がある人工衛星から垂直に下の地上を撮影した衛星写真では建造物の構造とか自然の地形とかが平坦に映り起伏が判別できないので影を使って立体構造を識別するこのような影を使う高さの算出方法は 月面に存在する山や、盆地の高低などの測定にも使われていた。また水星や火星などの地形も、この方法で算出することができ、惑星間人工天体の飛行で、以前は近接して観測できなかった、小惑星や、外惑星の衛星などの写真においても、影のありようを解析して、立体的な起伏を算出することができる。影は、物理的には、 物体等によって光が遮られる結果できる暗い領域のことを言う。影は一般にいくらかの歪みがあるとはいえ、元の物体や人物の輪郭に類似した形を持っている。また、視覚を感覚中心としている人間にとっては光があってものが見える場合、常に影が存在しており、影は その原因となる、遮蔽物証と常に体となって存在しているという考えある。さらに、影の中に入ることは、光から遠ざかることであり、日常世界から何がしかの距離を置くことだとの観念も、また派生した。文化的には、自称一般について、元の存在である、現像と、その補完存在あるいは二次的存在としての、映像という観念が成立する。 人間の魂について未開時代から現代に至るまで様々な把握があるが魂自体と魂を保管する像としての魂の影という考え方がある魂の影とはどのようなものであるのか魂がどのように関連されているかによって色々な把握がある古代ギリシア語のプシュウケプサイウプシロンカイイータは魂の影または 人の影というような意味を持っていた。幽霊と多くの文化で呼ばれているものは、弱々しく儚い影の現象でもある。プラトンの語るところでは、我々の見ているもの、現象世界は、真実在世界の影であるという。この場合、影は、現像の姿を暗示し、類似した形を持つが、現像の実在そのものとは異なっている。 このような魔術材と仮称としての影という把握は人類の長い宗教的、文化的なイメージの歴史から意味が織り出されていると言える。光に対しては闇があり、光の世界に対しては闇の世界があると言える。しかした方で、光、昼間の世界に対し闇、夜の世界があるという対立図と並んで、光、昼間の世界に対し影、 白母の世界があるという観念がある。光が生命の躍動に満ちた生であり存在なら闇は死であり無である。しかし、その中間に亡霊としての儚い影の存在する影の世界がある。影の世界とは冥府であり世の夢の中で見る暗いイメージの世界である。人間の心理における影の概念の多様さと重要さが影の神話や影の暗友。 また様々な思想的な意味を担って文化的に減少したと言える。人の生と死をめぐる影の現象学があり、また影の意味を問いかける文学が存在する。影は夢や想像に現れる死者などのイメージであり、魂に付随する第二の魂でもある。自分自身の姿を見ることを自己死というが、自己死は魂の体からの離脱を意味し、に重心。 ドッペルゲンガーの現象と関連する。影は儚い魂であり、そのイメージであるが、自分自身で自分の影を見ることは、ある文化の解釈では死を前にしていることを意味した。自分の姿を外部に見ることを影の病とも称したが、それは死の自覚であった。魔術、呪術においては光に対応する闇としてなど、多様な象徴性を持つ。また影にも、 本体の魂の一部があるという考えがあり、それは他人、特に目上の人の影を踏まないという礼儀作などとして表現される。ファンタジーにおける魔術では忍術で用いられる影縫いが有名である。忍者が敵の影である地面に手裏剣を投げると本来物理的関係のない本体が傷ついたり行動不能になったりる。これは 人形同様本体との呪術的な関係性をイメージしてと考えられる。他にも影が本体から離れて活動する人術も見られる。また魔物の本体が共像や絵同様影であるケースもある。影の現象は宗教的に重要な意味を持ち人の生死と関係していた。人の生死は肉体的な意味の生死と心理的な意味の生死があり。 人の発達と成長は、心理的に未熟な事故の死を経験し通過し、新しい事故として生まれることであるとも言える。このような構想において、カールグスタフ・ユングは、彼の分析心理学において、自我を補完する原型として、影、シャッテンの原型を提唱した。影の原型は分析の初期の段階で現れることが多く、 また異性として現れるアニマアニムスと違って、非分析者と同性の人物として現れることが多い。影は、その人の意識が抑圧したり、十分に発達していない領域を代表するが、また、未来の発展可能性も示唆する。その人の生きられなかった反面を、イメージ化する力と言えよう。影は、否定的な意味を持つ、しばしば悪や、恐怖の対象として、イメージ化される。 場合が多いが、この否定性を乗り越えて、自己を発達させねばならない。それは影を無意識の世界に追いやるのではなく、むしろ影との対決、影を自分自身の否定的側面、欠如側面と意識化し、影を自我に統合することが、自我発達の道であり、自己実現の道、個性化の過程であるとユングは唱えた。宗教的、心理学的に、影が個人にとって、 重要な何かだということは文学の中でも取り上げられている。日本において戦国時代の武将などに使われた影武者という概念は本体を守るために二次的な模造者を代理的に立てることであるが黒沢明の影武者1980年が示すように影が本体と交代する可能性を持つ。慶一郎の影武者徳川家康では 関ヶ原所詮で暗殺された家康本人に代わって影武者、セラタ二郎三サブロが活躍するが影の方が実像の家康よりも生き生きとして最地に満ちている。戦国時代の天下人であった織田信長、豊臣秀吉、そしてここで述べた徳川家康の性格や生き方を考えるとき、互いの間の影の投射や十影の現象が交錯していた。 どれだけ深く無意識と自我の間の調整を取れたかが、武将や政治家たちの運命を決めたとも、ユング心理学的には言える。影は人間にとって、いかに重要な存在かということは、ドイツの作家、アーデルベルト・フォン・シャミス・ソーの影をなくした男の物語に示されているとも言える。ペーター・シュレミールは、無人像に金貨が手に入るという魔法の誘惑に負けて、悪魔に、 自分の影を売り渡す。しかし、富を手に入れたシュレミールは、逆に、影が、いかに重要なものか、それが彼自身の存在の意味にも関わるかを悟る。影は、人間の自我に陰影を与え、立体的な存在として、支えるのである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。